5号艇遠藤恵美選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。準優勝戦を振り返ってご自身でいかがでしょうか？そうですね、スタート遅れたんですけど伸びが良かったんで、はい、助かりました。はい、船足自体は、合えばいいというお話されてましたが。そうですね、合えば伸びも出足もバランスが取れていいと思います。はい、逆に気になるところというのはないですか？乗り心地をもうちょっとしっかりこさせたいですね。そのあたり明日はどのような調整考えられてますか？ペラ調整で。はい、ちょっとスタート今日は遅れたんでというお話ありましたが、タイミングいかがでしょうか？そうですね、これまでは全速で行こうと思いすぎてちょっとためすぎて遅れたんですけど、はい、はい、明日はもちろん全速狙って。そうですね、はい、はい、明日5号艇ということになりましたけれども、コースなどどのようには、もう5コースから、はい、はい、では最後になりますが、ファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、優勝できるように頑張ります。よろしくお願いします。